2022年2月14日、世間ではバレンタインデーのこの日、歌舞伎町で一つのホストクラブが2周年の節目を迎えていた。そう、神様ホスト心の友や率いるキャンディーズヘブンだ。2021年1月に拡大移転、そして今年2022年1月には店舗拡大を果たした。すでに1000万プレイヤーを10人も輩出し、今歌舞伎町で最も勢いのあるホストクラブだ。そんな天国のようなホストクラブの2日間に及ぶ周年祭に密着した。周年祭1日目、店内ではきらびやかなシャンパンタワーが2機用意されており、各テーブルではすでに盛り上がりを見せている。サマさん、はい、こちら、はい、フロントテーブルで、はい、行きますか、はい、シャンパン取るか、はい、あーじゃあということで、はい、ワンツー、ワンツー、ラッ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 、今回でシャンパンなので全然嬉しいです。今はね、ボディが何をしたら喜ぶと思ったって言ってます。ありがとう、よいしょ。10周年まで一緒に頑張ります。それから働いてきたと思うんですけど、キャンディーズヘブンの2年間どうでしたか？たくさんの仲間であり、いい姫様たちに出会えたと思うんで、これからも皆様を要注目をお願いします。乾杯だ。いらっしゃい。ランチ、あいよあいよ、いけ、ほうちゃん。あ、どうも、いちごです。なので、周年年賀祭かな、ありがとうの気持ちを糧にね、また3周年、4周年と、ね、頑張っていきたいと。ついにシャンパンタワーが始まる。この周年でタワーやろうって決めたきっかけとかは何だったんですか？姫の方からですね、おとついにタワーできるんだったらやるよっていうことで、姫の方からアプローチかけてくれたんですけど、前回のクリスマスのタワーもアプローチかけてきてくれたんで、僕からは言ってなくて。キャンディーズヘブンに入って何ヶ月ぐらいになるんでしたっけ？はい、もう半年ぐらい、5ヶ月とか、それぐらいですね。ちなみにヘブン入ったきっかけって何だったの？きっかけは、もともといたお店はもう辞めて、グループダンディの直営店に行ってみたいなっていう気持ちで、まあ、そこでやっぱトモヤさんのアプローチが一番熱かったのかなと。ぜひ来てくださいっていうことで、まあ、逆にお声かけていただいたんで光栄に思ってます。ヘブン2周年です。まあ、僕は結構もうオープンの方から働かせてもらって、今回のタワーね、トモヤさんのためにこのタワー建てたかったので、それに応えてくれたんですけど、今回のタワーは正直、まあ、僕の売り上げアップっていうのもあるんですけど、一番にはヘブン盛り上げたいなって思って、僕ほぼオープンからいて、今回で2周年やから約2年いるんですけど、トモヤさんが好きで、ちょっと火が入ってきたんで、2周年だからタワーしたいって言って、こう、タワーすることになりました。このシャンパンタワーするにあたって、はい、なんかこう苦労した話とかって何かありますか？女の子にイベントだからタワーしたいって話して、多分僕の気持ちをすごい汲み取ってくれて、彼女がやりたいならやろうって言ってくれて、すごいこの大変な時でも頑張ってくれてる女の子にはもう感謝しかない。ウェディングのためにはあなたの力が必要なんで、これからもよろしくね。よいしょ。営業も終盤に差し掛かったその時、あの曲が高額ボトルがオーダーされたことを告げる。はい、それではね、
をしていきましょう。はいはい、姫と王子です。素敵な3枚でもやれてます。大好きな媒体で使われるよこれ。大好きな媒体だってどうも王子の次にイケメンな。はい、姫様ありがとうございます。まあ僕ちょっとね、ありがたいことにベロベロなんですけども、これからもどうぞよろしくお願いします。最初に今日はタワー&ネロイチよろしくお願いします。よろしくお願いします。これで、はい、こうするの、はい、カリスマ、はい、王子も、はい、とさあみちゃん、はいはいよ。ヒューズもありがとうございます。今日はヘブンができて2周年ということで、多分1年通してね、多分一番大事なイベントやと思うんですけど、今日は 2days 週1日目の周年で、幹部誰も騙してなくて、まあちょっとね、意地を見せなあかんと、やっぱ幹部なりにね。かっけえ。去年の周年っていうのは僕が入店してすぐぐらいやったんで、ほんまにお客さんゼロの状態やったんで何もできなかったんですけど、こうやって頑張ってくれて、しっかり僕の顔と立ちくれて本当に嬉しいです。去年は年間ナンバー2やったんですけども、何回も俺年間ナンバー1って言うから、これで年間ナンバー2とかやったら一緒に死のう。よいしょ。うぇーい。よいしょ。ごっそん、はい、やっとじゃ、はい、この、はい、一緒でね、はい、完成ね、はい、完成と、はい、いうことで、はい、何でしょう。次回、周年祭2日目の様子をお届けする。お見逃しなく。